雅人です。今ここはですね、栃木県にあるつくるまサーキット那須、ここでですね2022年度の D1 グランプリ開幕直前の、テストを行いたいと思います。チーム体制的にはですね、チーム東洋タイヤーズドリフト、自分と、富士の先輩と、2人で、走る、体制なんですけども、車が変わります。見てください、これ GR86 っていうんです。知ってるよ皆さん、知ってます。制作者の、富士の先輩にいろいろ聞いてみたいと思いますね、先輩。はい、眠い眠いすげえ大変だったみたいですよ。まあエンジンが通じぐらいまでは知ってるんだけど、それ以外のね、細かいところはだいたい先輩に任せちゃってるから。ちなみにこの車いつできたんですか？今日の朝4時。車が始まったのが1月の終わりぐらいから、下旬ぐらいから始まった。結構あったんですね。そうだからね、俺あの新車の状態のあのノーマルの車を知らないで、あの初めて見たのは、映像で見たのはビデオオプションでなんか紹介してたでしょ、ミステリアで。あれをお客さんと同じような目線で、あ、こうなってるんだってあれでずっと確認してたぐらいなんで。外装はね、パンデムのフルエアロで、ウイングは G2 ウイングではなくて、あの小さいベタ浮きというか低めのマウントのウイング。あとほら、先輩の自信作2J を86番に乗せるとボンネットが当たるんですよ。これ用にボンネットを作り直しました。あ、縦に高いからやっぱ当たっちゃうんです。そう、あの言われないとわからない。そう、そのぐらいのレベルで作り直しこれ最終どんなカラーリングになるんですか？まあ、あの青い東洋カラーにはなるんやけど、まあそのフルラッピングするんでほとんど変わんないけど、多分要所要所黒と白が見えると。その例えばドア開けた時とかね、よく見るとあのミラーついてないけど、なんせ部品が全く間に合ってなくて、先輩のはこうチョキとかついてるやつかな。原付でついてるやつね。エンジンはもう普通に HKS の 3.4 リッターで、まあいろいろそのカムだったりとかも基本 HKS です。でタービンはあの G40 ってやつ。G40、 あ、結局あの新しいの、新しいやつ、新しいサイズか、サイズ、うん、2J ってすごい今もうドリシャの8割言い過ぎかな、でもそれぐらいのレベルでみんな 2J 乗せると思うんですけど、俺 2J 歴すごい短いっていうかほとんどないんですよね。ちなみにこのエンジンのパッケージだと馬力とかトルクとかってどうなる？馬力は多分900馬力とかそのくらいだと。そんなにある？出ると。トルクも普通に多分100ぐらい出るんじゃない？マジで、うん、ただあの先輩が乗ってた V 型、うん、V のエンジンとかに比べるとやっぱトルク特性が全く違うから、うんうんうん、トルク感的なもので言ったらちょっとなんかふわーっとした感じかもしれないけど。そうそう、もうマフラーはもう完全一から作り直しです。あれはエキマニとかは？エキマニはアウトトラックの、まあ、オリジナルっていうワンオフで作ってもらった。あ、専用にね。専用に、うん、クラッチは小倉クラッチ、うん、でミッションはサムソナス、先輩も使ってるって言ったでしょ、うんうんうん、でも普通にクイックチェンジでしょ。まあじゃあ今時の今時の、うん、インタークラとかラジエーターとか、うん、これもだってリアラジ仕様でしょ。そう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 、インタークーラーとか、まあ、オイルクーラー、ラジエーターは全部 HPI 製、うん、そのままつかないから、例えばまあ3層の GTR サイズのコアを結局この車に合わせて作り直す、うん、え、それスペアパーツは？スペアパーツはない。あるけど、加工してるのにスペアパーツないの？だって富士だよ、万が一ぶつかったら動けなくなるぐらい廃車、ね、廃車系になるだろうから。これまだ支払い終わってないから。これローン組んでんすか？ローンこれから払うからね。シートは知ってるでしょ、うん、知ってる知ってるでしょ。もうこれしか使わないもんね、もうね。ブリットさんのいいシートがついてますね。ハンドルは180のから外してきた。メーターは AIM のメーター。今時は水温とか、まあ、もちろん油温油圧とかなんかちょっとおかしいなってなったらちゃんとアラームで教えてくれるでしょ。だからそれまでは見なくて大丈夫。足回り、先輩これどうなってるの？普通にアーム類とかはバイズファブで、まあ86ってラックってリアでしょ、それをマイラックに変えてる。
で、ブレーキはウィンマックさん。これでも全部先輩ところのロゴ入ってる。そう、なぜかウィンマックさんが入れてくれたんです。タイヤホイールはもう長年ずっとお世話になってます。トヨタイヤさんとレイズさんの最強の神具合のパッケージで、これは 57CR のブラック、18インチ19インチ、タイヤがプロクセスの R888R の255358と285359。これ何キロ車の重さ、まあ、レギュレーションギリギリぐらい、その285を履けるぐらいですね。先輩体重軽いから、もしかしたらもっと、ね、265しか履けないとかってなる可能性あるけどね、よくよく考えてみれば。それやばいね。いや。じゃあ俺の車と先輩の車は何が違うの今時点で、クヨさん、ステアリング、まあ、ステアリングは違うんですよ。しかもステアリング違うけれども、先輩のステアリングも俺の中古というわけで、これからシェイクダウン、もうエンジンかけるところからのシェイクダウンを始めるんですけど、そこら辺で走ってるドリサ、その感じがいいね。簡単にドリソができる車、そこを目指してイメージしてます。さあ、エンジンのかけ方、習いましょうか。これどうやってかけるの？もうこれ普通にこのまだ赤いボタンを押して、あ、これキルスイッチね。キルスイッチのボタンで、で、これイグニッションとウォーターポンプと燃料、ちょっと転がしてきます。すごい普通な車全然これで街乗りできる。あ、そんなに、できるで、やりやすい。フルカウンターに持っていくのがちょっと難しい。スピード遅いから、俺を。じゃあスピード上げてやってみたら、まだ別の顔が見えるかもしれない。そう。だからその領域がまだわからない。車高は同じです。車高は一緒で。ここを2センチストロークするようにしてる感じです。どうでした？遊ばして。いいね。こういうことに。フィーリングなんだけど、結構ブレーキ踏んだ時とかのノーズの落ち方が変わる。満足？いや、もうよく書いたらダメだね。それでいいや。今日はこのぐらいね。もうこれのよく書いたらダメだね。はい、というわけでですね、無事にテストが終了しました。これだけね、メカニックもそうですけど、エンジンだったりとか制御、もうそういったところが熟成されてるんで、もうトラブルないですね。もちろん新しい車で足回りとかちょっといろいろ試してみたいなと思ったところはあったんですけど、そういう段階ですよ、スタートのテストから。とにかく今日のテストの最大のポイントは、まあ、足回りのフロントの
ハンドリング、そこがもう8割方テスト、うん、してたんですけど、2人でやると早いよね。なんとなく同じ車が同じように走って何が違うっていうのが外から見てても雰囲気で分かるから、うんうん、セットの仕方もね、セットするのも早い。帰ってきたメカの表情で分かるもん、ね、ちょっとやめよう、これはこれやめよう。まあ今日のシェイクダウンの走り、先輩的に点数で言ったら何点？シェイクダウンで言ったらもう100点でしょ。100点、うん、おすごい自信出るでしょ。だって、うん、壊れてなかった。まあそうだね、まあ、何しろ今回一番気になったのは何かトラブルが起きるんじゃないかっていうね、もうみんな寝ずにやってて、締め忘れとかそういうのがあっても困るし、でもまあそういうのがまずなかったから。そうね、そういうのは全くなかったね、うん、先輩的にはどうなの？なんだろう、普通に走れるその良さというか、当たり前のドリフトが当たり前にできるっていう、スタートラインにつけたんで、もっといけるんじゃないかっていう欲が見えたから、それの欲に対しては届いてないから、80点。